はい、どうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日はまた藤本動画としていきたいと思います。今日はですね、銀座に来てるんですけれども、先ほどね、カメラ嬢のね、溝口さんとアルファホビーブの、岡本部長が、やられてる、アイハックというね、写真展の方にちょっと行ってきて、でその帰りというかね、その後に、今ソニースターを銀座の方にやってきてます。で今日ね、何しにソニースターを銀座に来てるかと言いますと、岡本部長がね、カニフィルターさんの、展示会というかイベントというかね、そちらの方で、3枚ほどあの写真の方を、展示しているということなので、ちょっとそちらをね、帰りが見させていただこうかなと思いやってきました。はい、じゃあ行ってきます。はいね、いつものソニーストア銀座ですけどね、普段だと大概カメラだったりレンズだったりとかをね、見に来ることが多いんですけども、今回はね、ちょっとそのイベントスペースの方にね、寄っていきたいかなと思っています。あ、あったあった。はいね、ミスター銀座ですけれども、はいね、こちらですね、はい、これか、これですね、カニフィルターミニ写真展ということで、こちらに、岡本さんの写真がね、あるということなんですけれども、どれがそうなの？ちょっととりあえずこれ写しておこうか、カニフィルター。はい、ちょっとね、詳しく読みたい方はね、ここでちょっと動画をストップして読んでいただければ。では、ね、動画を、はい、ね、こんな感じです。はい、あ、あったあったあった、おー、かっこいいじゃん、めっちゃいい写真ですね。はい、ミニか、ミニですね、ミニの写真、はい、ね、部長のやつです。こちらの写真と、あとこれか、空手の、はい、こちらですね、はい、部長のね、部長のお写真で、これもそうか、ね、こちらの3枚ね、がこのね、カニフィルターさんのとか、あとはちょっとね、あとは他の方はね、ちょっとあんまりね、がっつりは見せられないですけど、はい、じゃあせっかくなんでね、ちょっとさらっとソニースターの方見ていきましょうか。はい、なんか実はなんかここでなんか YouTube のアルファホビーブさんがね、ここでなんかあのライブ配信をやるとかって、先ほどあれいつって言ってたっけ、アルファホビーブのライブ配信11日って言ってたか、11日にもしかしたらここでライブ配信するみたいなことをね、先ほどちょっとお話聞きました。はい、じゃあ、あとは軽く待っていこうかな。おお、すげえ、すごいね。はい、これは持ってるか、これね、2470ね、 GM2 で、こちらです。今価格いくらになったんだろう、これか、これですね、シンクロだね、はい、こちらです。はい、ソニースター銀座の方のね、カニフィルターさんがね、ミニ展示会の方ね、ちょっと見てきました。はい、非常にね、写真がいっぱい飾られてたんで、お近くの方はね、2月12日までね、やってるそうなので、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、ということでね、藤本動画でした。ではまた。